の頃は1種類2種類飛べばもうトップ。さて今度は第2位、アメリカのリサ・アービン選手の演技です。実はこのアービン選手、去年のこの大会2位だったんです ね。だからかなり優勝意識しての演技でしょ。そうですね、やはり今年こそは金メダルと思ってきっと出てきたんじゃないですかね。テクニカルプログラムを失敗いたしまして4位でこのフリーに臨んでいます。瞬間にこうフリーレグの先をつく、ね、はい、トーループジャンプ、はい、アービン選手は現在15歳。92年のスケートアメリカでは第8位という結果も出てます。まあ、趣味はバレエをやるそうで、こういう演技にはね、もってこいですね。そうですね、とても演技自体に品があるなと印象を受けてます。品っていうのはこう優雅さっていうんですかね。そうですね、あのそれこそどこのポーズを写真で撮っても絵になるなと。あ、なるほどね。そんな印象を受けました。はい、なかなかそうもいかないんですか。そうですね、やはりジャンプのことばかりが気になって しまってこう手足まで神経が、綺麗なトリプルループですね。そうするといかにジャンプとジャンプの間をこう綺麗に見せていくかっていうことも大事ですね。これも高い。最近ではただ走ってジャンプを飛ぶっていうのではなく、こういろんなものを織り交ぜながらジャンプをしていくっていう、逃げないスケーティングも見事ですね。ここまではパーフェクトに来てますから、はい、結構乗って踊ってるんじゃないですかね。後半に来ると気分よく滑ってるかもしれませんね。もったいない。アクセル、アメリカのリサ・アービン、ちょっとね、尻もちついてしまいましてね、不本意だったと思いますが。